今回はログ A を忘れがちな一般的な対数の微分について見ていこうと思います。 fx をログ A の x とすると f'x は微分の定義に従って書くとこのように書けます。ログ同士の引き算は割り算に変換できますからこのように書けて、ログの係数は指数に持ってくることができるのでこのように書けます。括弧の中の分数を分けて書いてあげるとこのように書けます。ここで x 分の h を t と置くと h イコール tx であり、 h を0に近づけた時 t も0に近づきますからこの式は t を使ってこのように書けます。 x 分の1乗を分けて考えてあげるとこの部分は t を0に近づけた時 e に近づきますから極限値としてこのような値になります。ログの中の指数は前に出せるのでこのような形になって、定の変換公式を使ってあげればこのような形になり、分子は1なので公式の形になります。定を e とする場合が多いのでログ a を忘れる人が多いんですが、今回のようにすれば同質することも可能です。とはいえ面倒なので微分をする前に定の変換公式を使うようにしておくと簡単だと思います。お好きな方で考えてください。